府中マグサ城騒動は、江戸時代の聖徳5年、武蔵区に玉群府中寮において発生した騒動。江戸周辺の武蔵野で、マグサを必要とする周辺の住民が、限られたマグサ城を巡り争った。マグサ城は、家畜の飼料、水田の肥料、燃料の供給地として、重要なものであったが、近世前期には、進化の増加により用水やマグサの使用を巡る、 様々な対立が農村の内外で生じていた。水田が増えた一方で開発できる土地が減り、同時に肥料となる草を採取する場がなくなっていった。ことで、わずかな草をめぐる村同士の争奪戦が起きていた。昭徳5年7月6日から7日にかけて、武蔵区に多摩軍府中領これまさ村の農民約80人が、下小金井村の族、冷え、畜木 そうなどを借り取った。下小金井村の村民は、翌8日に、両村の支配者の大官、天宮官兵衛に、これまさ村側の行為を訴え、天宮は23日に、大官所に、双方とも出頭せよと命じた。しかし、翌9日の朝、下小金井村からこれまさ村の名主に出頭命令の裏書きを渡したところ、これまさ村の農民たちは、 近くの四家村の者たちと共に、下小金井村に押し入った。その数は馬三百匹、人足千四百人から千五百人ばかりで、弓、槍、ナタ、マサカリを持って、下小金井村の杉、ヒノキ、雑木など五万七千本余りを切り、秋作を荒らした。下小金井村の農民たちはこれを沈めることもできず、再度大官に訴え、現場見聞を受けた。 7月23日、幕府の表情書から各村に8月4日に出頭して、対決するよう命じた。同日に行われた対決は、環状奉行の伊勢邸直が担当した。伊勢の取り調べで、これ政村のほかご家村の名主、組頭とこれ政村海門が、かご者を命じられた。そして表情書と名役たちが、詳しく取り調べた上で、頭取の者が逮捕。 加護者となり、名主組頭たちは釈放された。11月4日に表情書で下された採決は、これマサ村の平六、半野城、ほか一名、長本人として、ルザ四名追放後家村より、家量30両であった。徴収した金は、下小金井村にカフされ、これを畑持ち36人で分けた。翌正徳6年の正月11日、 有志まで発生した火事で、古伝魔城の老屋敷が累上し、その騒ぎの中で、流罪判決を受けていた、これまさ村の兵六と半の城が逃亡した。残り一人の流罪が行われようとしたとき、事件の審議経過や、事件の重大さに比して、軽すぎた罪などが、老中や表情書一座など、幕閣の上層部の間で問題になった。伊勢は、事件の者を経に処したとして、 4月22日に、おまみ遠慮の処分を受け、この吟味に関係した下記の表情書と目役5人も、非免、筆足などの処罰を受けた。その部新十郎王の寺十三衛門の、変美生でありの元衛門を打切肖像彼らの処分後、感情型より、随分その人を選び任命せよとの抜格からの達しにより、公認者が選ばれた。将軍の事項を務めた荒井白石は、 川用人の真鍋昭久と相談し、逃亡した、これまさ村の二人を徹底的に捜索するように指示したが、その直後の4月30日、七大将軍、徳川家継が死去し、徳川義宗が八大将軍に就任した。5月1日に伊勢は、特赦により許された一方、白石や昭久たちは解任された。担当部行の伊勢や留め役たちは、 この事件を軽く考えていたが、将軍のお膝元である江戸近郊の幕僚で起きたことに、当時の幕府首脳は強い衝撃を受けた。新井白石も、折りたく芝の木に、この騒動が江戸近辺で起きた大騒動として、深刻に受け止めていることを書き残している。留英日時期においても、幕閣はこの騒動を抗議に対する百姓一揆とみなしたことが記されている。 また、この事件によって、表情書が構成員である武行たちよりも、表情書と名役たちによって実務が担われていることの、弊害も問題視され、荒井白石も、その点を折りたく、芝の木で指摘している。そして、昭徳6年4月7日に、審議の迅速化や、運営の円滑化を図る法令が発せられたが、その直後の家継の死去と白石たちの失脚により、 表情書の改革は頓挫した。歴史学者の大石学は、この事件を、江戸周辺の支配体制の動揺と、幕府の権威の低下、表情書機構の主観を、顕在化させたことで、後の教法の改革の前提として、重要なものと捉えている。そして、大岡忠助が、関東地方御用係として、武蔵野神殿などを開発、支配したことは、 地域秩序の同様への対応であり、江戸周辺の地域政策としての意義を持つものと考えている。この騒動は、徳川綱吉の昇類やれみの例で、高刈りが廃止されたことで、幕府の高場、狩場に指定されていた芝地や空地に農民が入り込み、マグサを勝手に採取するようになったことが原因となって、地域秩序の同様につながったと当時の幕閣は認識していた。 武蔵の地域に限らず、伊豆国鴨茂郡、田形郡、和佐国市原郡、武蔵国続木郡、日立国高輪郡、下宇佐国香取郡といった関東一帯で、マグサ城や入海をめぐる争いがあったことが、共法5年から14年までの表情書の記録、再居留で確認される。それを受けて、共法8年5月、町奉行所は、武蔵の地域に当てた触れで、武蔵の周辺や、 その他の芝地、ち、空地での農民たちの勝手なマグサ採取を今占めている76ページ。そして、原文元年に、大家忠助の主導で行われた武蔵野神殿の検知により、周辺の住民がマグサを採取する入会地であった武蔵野は、村別所持、個人物所持へと分割され、新たな地域秩序が形成された。ありがとうございます。